職業大学、また、技能大学、応用技術大学、高等職業カレッジ、応用科学大学は、高等教育機関の種別の一つであり、第三期の教育と、施設によっては、第四期の教育を提供する。研究大学と対比される。OECD は、カレッジ、アカデミー、ポリテクニック、応用科学大学など、各国で用語に、ばらつきがあると報告している。 一般的には学士及び修士一部においては博士などの学位を付与する。より厳密に専門職学位を付与する国もあり、専門職学士号、専門職修士号、専門職博士号などが設定されている。韓国では一般大学のほか職業系の産業大学、専門大学が存在する。台湾では技術学院や科技大学が存在し、 これらは一般大学と対比される。日本では専門職大学、専門職短期大学、専門職大学院が存在する。マレーシアには公立の職業大学は5校ある。オランダでは HBO とされる高等職業教育機関が存在し、学士号や修士号を付与する。博士コースは存在しない。ギリシャでは職業大学に相当するものに、 ザテクノロジカルエデュケーショナルインスティチューツが存在する。ドイツ及びオーストリアにおけるファッハ方補修例はタイプ A の高等教育機関であり、学士及び修士の専門職学位を付与する。一部ではパートナー機関と提携して博士号を付与するところもある。また、大学以外の高等教育機関としてファッハ修例が存在し、これは マイスター資格を与えるタイプ B の短期学校である。スイスでもファッハ法補修例が存在する。フィンランドにおける高等教育のキャリアは学術系と職業系に分かれており、職業系はアマティコーカクールによる1から3年間の過程であり、ポリテク学士号が付与される。また近年ではポリテク修士号も付与されるようになった。ありがとうございます。